どうも、えー、加藤ちゃんです、えー、僕は人に感謝をされるコーチを見て自分も人に意見を発信してその人の物事の考え方を変えたり新たに加えたりそのことを通じて人の現状をよくできるそんな人はかっこいいなと思いそうなりたくバキニスの発信活動をやらせてもらってます競馬ブロガーカトちゃんですさて今回はですね、えー、夏競馬中京競馬が始まるということで 中京競馬のダートで穴になる馬の条件ということでお話しますテーマはですね中京ダートで穴になるのはまる競馬場で暴走したまらったということですはい、まあ、これ2ステップで見ることができるんですね、えー、これを理解しているとあなたは、えー、他人の予想やオッズに流されずに、えー、中京ダートで穴になる馬を見つけることができますではそのために知っておくべきのは何かというとこの中京ダートで穴馬 ででに絡む馬を見つける方法ですね2ステップですステップ2の1個目何かというと京都ダートでの成績を見てください京都ダートですねはいステップ2としてその京都で競馬のダートにおいて4コーナーでの通過順位と、えー、最後の着順これが1個2個違いであるかどうかを見てくださいこれにもし該当していたらしない狙いですね まあ、例えば4コーナー4番手で通過して最後の着順が3着もしくは5着だったとかそういうのは該当しますなぜ、はい、かというとですねこの京都ダートというのは直線が平坦のスピード勝負になるため、まあ、スタミナ京都ダートはまあ直線が平坦なスピード決着ですがこれ中京ダートはですね直線に坂があるのでスタミナ比べになるんですねなのでこの京都競馬のダートで若干スピード勝負に負けた馬が中京のスタミナ比べで 最後の下がりで台頭していくということですね。はい。まあなのです、ね、今すぐ、えー、この中京ダートにおいては、京都で飲みあぐねた馬が、えー、中京ダートで来るというふうに覚えておいてください。えー、それでは今回は内容は以上です、えーの。最後まで聞いてくださったあなただけにお知らせです。えー、愛されて1350人、そして愛されて2年の3ヶ月、えー、1350人が目からうろこでいった最新のおびふ馬犬術の全貌は、えー、下記動説明欄のブログで明かしています。 なぜここで話してないかというととても長くなるためあなたが聞くのが大変だと思ったからです。なので今すぐですね、下記動説明欄の方、ブログの方をクリックをしてください。それでは今回は以上です。ありがとうございました。